シームズ。で、推理するだって。推理もしておいて手がかりを追加。さらに手がかりを追加も、あるだけ手がかり追加しよう。犯行現場に向かう。あ、でももう6時だな。ちょっと犯行現場に向かうのは、ちょっとできないね。やりたいけど、言うこと下がってるじゃん。本部長と話す。で、多分また分析しないとダメになると思うんですけどね。アップグレードできるの？できないわ。分析するものも持ってないのかも。なるほど。じゃあ本部長と話して、で、ここでちょっとご飯、時間あるんだったら、軽食食べようか。事件解決しましたけども。じゃあ、お菓子で。本部長と話して、お菓子を食べて、手がかりを見つけました。まあ、あんまり進んでないけども。まあ、次回はね、久しぶりの犯行現場でしょうか。最近あれだよね。行くたびにね、結構なんか難易度上がってて、マークが出ないとかさ、結構あるんですよね。多分、まあもう、事件のレベルがね、どん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 難しくなってってるんだろうなとは、思いますが、お菓子にしたけどなんかレンチンしてる。お金安い！ 1000 円だったのに、事件解決したら今度下がったなぁ。これは結構悲しみが深いですけども。ね、4桁と3桁じゃだいぶ違うと思いますが、まあ、また一個事件解決してね、警部に近づいたんではないでしょうか。嬉しいですね。目指せ警部、本部長ですからね。シムーズ4、続きやっていきたいと思います。あれからですね、ちょっと時間進みました。で、今ね、警部になってますね。警部になりまして、次が警視という状態、昇進するものになるんですけれども、予定ではね。ただ、ちょっといよいよね、この、命との、苦手すぶたくん、すぶた苦手くん、命とのちょっと勝負にね、なってきた、なんか間抜けになってんだけど。命との勝負に、なってまいりました。どうなることやら、どっちが先に勝つのか、というところではございますけれども。でね、これテントあります。なんでって。あのね、羊の方をね、雇いました。お雇いしました。なので今、二人でこの家にいるような感じになってるんですけれども、まあね、まあ、一緒の空間ではね、寝たくないという、設定にしておりまして、まあ、上でね、テントに暮らしてもらっております。で、今日は？仕事だね。ちょっと仕事もね、頑張、あ、なんかご飯これキラキラしてるってことは、食べられるのかな？そうそう。そしてこの子ですね。この方が、我が家の掃除をね、全般をやってくださっている、山田葵さんです。やっぱりあれだね、羊の方って、シニアの方が、まあ多いのかな。ちょっと年齢いかれてる方来るんですけれども。でですね。まあ年をとって、私ちょっと気づかなかったんですけど、多分なんですけど、誰だっけ？水木。水木。あれ？仲いい人が結構亡くなっておりまして、水木ちゃん彼女だもんね。そうだよね。結構亡くなっておりまして、ショックを受けるね、頻度が多くなってきました。まあ、年いってるからしょうがないのかなと思うんですけれども、でもね、一応この彼女と仲良くすることで、まあ人間関係はね、保とうと、ちょっと頑張っております。楽しさとかね。ただあんまりね、仲良くないんで、たまに赤とかで下がっちゃうんだけども、極力ね、シムたちの自由に、まあ、させてはいるんですが、まあ、楽しさ上がったらちょっと寝ないとダメだね。明日もお仕事でございますので、で、まあ、条件はね、もうやっぱ足してるんですよね。結構指名手配とかやってるし、ほら、5つ解決するってやつももう解決済みなので、やっぱ出世できるはずなんだけども、まだしてはくれないのかなーってところがありますね。腐ってますね。いやでもね、この方がいるおかげで、掃除機とかね、一応やらなくて済むようになりましたし、お風呂とかもね、ピッカピカの状態が続いているし、ただご飯はね、言わないとなかなか作ってはくれないんですけれども、まあ快適ですよ、快適。で、ゆくゆくはね、まあ、誰とも結婚しないできた苦手くんは、この家をきっと彼女にね、あげて、旅立つのかなと思うんですが、おやややや、こんなところに埃の妖精が。ここ汚いのか。ここ汚いんだね。だったら、羊さんに掃除してくださいって言っても、あそこは入らないのかな。
仕事割り当てる。あ、ないね、掃除してっていうのは。でも、家賃のマーク出てたけど、私、家賃払ってるよね。ホーム。あ、請求書払ってない。なんだかんだ言ってもう600円なんですよね。600円プラス、毎日200何ぼ彼女に払うので、結構なのよ。うん。だから、ちゃんと本当に仕事しないと、1000円ぐらいはちゃんと稼がないと、ちょっとね、減る一方になっちゃうんじゃないかなっていう心配があるんですが、時間はどう？ 6 時間。大丈夫だね。はい。ただね、この人がいることで、何が起こってるかっていうと、時間の進みがね、ゆっくりになってしまいました。全員寝てくれないと、時間がね、ぼわーって進んではくれないので、ちょっと夜の時間がね、長くなりましたけども、まあ、久しぶりの、シムズ4の復帰ということで、まあ、こういうの見ててもね、楽しいですし、まあ、苦手くんもね、陽気なので、まあ、いいんじゃないのっていう感じでございますが、払ってもらったら、トイレに行っといて、トイレに行って、ちょっと暑さ、思いに、物思いにふけりながら、シャワーを浴びて、ここを掃除しようか。完璧に掃除機をかける。この子が繁殖してね、こんな狭いところに閉じ込められちゃってもかわいそうなんで。なんかこの子ね、合わせることできるんだよね。なんか、仲良くなったり、いたずらレベル高いとか書いてあるけど、仲良くなったりができるんでしょうけど、掃除はできない。あ、ここ掃除できないのか？お！狭すぎちゃってどうにも？ああ、じゃああの子のお家か。そういうことかな。そういうことかもしれない。ちょっと狭すぎちゃって掃除ができないのかもね。そうかもね。ちょっとアップルジュースソースだけでも飲んどいて。で、彼女には、そうね。お話ししてもいいんだけど、まあ、帰ってきたらご飯食べられるように食事の依頼をしておきましょうか。あと26分でお仕事でできません。このカウンター私いつも言われちゃうんだよな。多分家のその配置的な問題が、これ2個にしなきゃいけないのかもね。なんかいつもね、できませんって。できませんってなっちゃうんだよな。ギリギリまで寝ておこう。あ、間違えた。待って。私も一緒に行きたかったんだけど、ボタンを間違えてしまったので、今回は、まあ、彼が 一人で行くことになっちゃったわ。一緒に行きたかったわ。じゃあ、しょうがないな。まあ、あれよね。多分一緒に行かないと、評価的なものは上がんないのかもしれませんが、まあ、たまにはコーヒーもあってもいいでしょうということで、帰ってくるのを待ちましょうか。